はい、皆さんこんにちは。今回は、Excel で円周率を求めるです。円周率というのは、円周を直径で割ったもの、比率です。古代から人間は円周率に興味を持って求めてきたんですが、20世紀の中頃にコンピューターが出現して、そのスピードが飛躍的にアップしました。インターネットの某百科事典によりますと、2020年1月現在で、小数点以下マイナス50兆桁、50兆ですまで求められているそうです。はい、まず基礎の基礎、円の面積ですが、πr の2乗が円の面積です。半径×半径 ×3.14 ですね。で、仮に、半径を1とすると π イコール面積になります。ですから面積を出せば円周率がわかります。モンテカルロ法というやり方を、使います。乱数を使用する方法です。乱数のイメージから、モンテカルロと名付けられたんだと思います。モンテカルロというのは、ヨーロッパの小国モナコの中の町の名前です。カジノで有名ですね。ちなみにこの写真はモンテカルロの写真です。はい、それでは行きましょう。半径1の円です。この1っていうのは、単位は何でもいいんです。1ミリでも1キロでもとにかく1です。ただし横軸が1センチで縦軸が1キロとかそういうのはなしです。単位は必ず同じにすること。一辺が1の、正方形をイメージしてください。その中に半径が1の、扇形円の4分の1があります。縦軸を y、 横軸を x として、座標を取ります。縦横それぞれ、Excel のランド関数を使って0から1の間で、乱数を取ります。縦横2つの乱数を取ることによって、2次元の、ポイントを決定することができます。乱数が2つとも 0.5 だったとすると 0.5、0.5 でこの位置にポイントがきます。はい、汚い字ですいません。失礼しました。要するにポイントを一つ決めるということです。実際に100行作ってみました。これでポイントが100個できました。1行に乱数が2つあります。乱数2つでポイントが1つ決まります。行の数がポイントの数です。100行でしたら100ポイント、1000行でしたら1000ポイントになります。はい、データをグラフにしました。これで、分かっていただけますでしょうか。長方形になってますけども、メモリが縦と横で違うのでこういう形になってますけど、本来ですとこれは正方形になります。必ず0から1、縦も横も0から1の範囲内でこの点が出ます。はい、今円の線が出ました。これ楕円になってますけど、さっき言いましたように横軸の方が長くなってるんで楕円になってます。この円の下側にあるのが円の内側で、そのポイントを数えてその割合で面積を出します。先ほどポイントを数えてと言いましたけど、人間がこのグラフを目で見て数えてるわけではなくて当たり前なんですが、Excel の計算過程で判定しています。それをこれから説明します。判定には三平方の定理を使います。 x の2乗足す y の2乗のルート、平方根がこの斜めの線0からポイントまでの距離になります。これが1より小さいと、1というのは半径ですね、円の内側にあるということになります。
x と y というのは乱数の値です。突然三平方の定理っていうのが出てきてびっくりしている人もいるかもしれないので、説明したいと思います。直角三角形で、このように XY このなーってあるのは斜めの線ですね。とすると X の二乗プラス Y の二乗というのがなーの二乗とイコールになります。それぞれの平方根を取るとなーイコールルートX の二乗プラス Y の二乗となります。先ほどのルート X の二乗プラス Y の二乗というのはこういうことです。次に X 二乗プラス Y 二乗のルートがイコール1の時は円の線上にあるってことですね。ただこれはもうほとんどないと思うんですけど、私は計算の時はもう無視してます。はい、最後、X の二乗プラス Y 二乗のルートが1よりも大きい時は円の外側にあるということですね。ただし必ず正方形の内側にはあります。それを出ることはありません。乱数がその範囲でしか出ませんから。実際に数字を入れてみます。X と Y 乱数がそれぞれ 0.3 が出たとします。すると、斜辺は、なーですね、なーは 0.42 で1よりも小さいです。ですから円の内側です。はい、次は X と Y それぞれ 0.8 が出たとして、斜めは 1.13 ですから、1よりも大きいということで、円の 外側になります。はい、整理します。乱数の二乗プラス乱数の二乗、先ほどX の二乗プラス Y の二乗と言いましたけども、これは乱数を X と Y に割り当てているわけですね。乱数の二乗プラス乱数の二乗の平方根が1より小さいときは円、扇形の内側イコール1のときは円、扇形の線上、1より大きいときは円、扇形の外側と判定します。はい、それで特に重要なのはこの黄色で塗ってる円の内側ですね。平方根が1より小さい場合、ここが重要です。100行から300行にアップしました。左側が全データで、右側が、円の内側だけの条件のものをプロットしたものです。それで右側は本当に円になってるのかという疑問を持つ方もいらっしゃると思うので、縦横をだいたい同じぐらいの長さにして、4つ合わせてみました。どんな感じでしょうか。はい、いよいよ面積です。計算の仕方ですが、まず分母に来ているのは、300行全データ、結局300個ですね、300分の円の内側に入った個数、これは扇形で4分の1ですから、かける4、これで円の面積になります。ちょっとそのあたりもう少し詳しく図を使って説明します。例えば、正方形の左半分だけの面積を測るとします。
上は 1×1 の正方形、X の判定基準を 0.5 にして、左半分の長方形の面積を測ります。上の正方形の面積は1ですね。それで、ポイントの比率、300対150を利用して、下の左側の長方形の面積を出します。300対150イコール SA 対 SB、 SA、SB はそれぞれの面積です。 SB イコール300分の150かける SA ですから、 SA は1なんで、結局比率300分の150がそのまま SB の面積になります。この場合、2分の1ですから SB の面積は2分の1ということになります。はい、下の、正方形、見た目は長方形ですけども 1×1 なんで正方形です。これは面積が1ですから、結局上と下の個数の比率がそのまま面積になります。ただし円は4分の1の扇形なんで ×4 がついています。それで、計算していくんですが、ポイントの数が多ければ多いほどデータが正確になると思われますので、行を順次増やしていきます。はい、いかがでしたでしょうか。このグラフ、横軸は10の何乗というグラフですね。一つ横へ行くと10倍とか10分の1になります。だいたい100回ぐらいでそこそこ正確な値が出てましたけど、1000回以上でちょっと安定してきてるというか、やはり最低1000回分のデータは必要じゃないかなとも思います。1万回と10万回見てもそんなに差がないんで、このあたりで天井ですか。とても興味深い結果です。Excel で簡単にできますので、皆さんもぜひどうぞ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。